平成22年8月29日、菅総理は兵庫県を訪問し、厚生保護活動、高齢者孤立化防止などの実態を把握するため、姫路市内の姫路厚生保護活動サポートセンター、芦屋市内の南芦屋浜シルバーハウジング LSA、ライフサポートアドバイザーを視察しました。姫路厚生保護活動サポートセンターでは、施設内を視察した後、保護司らと座談会を行いました。視察を終えた菅総理は記者団の質問に、今回の施設の目的とご感想をお願いします。はい、今日は姫路のこの場所ですけれども、厚生保護活動サポートセンター、これ全国にまだ21箇所しかないんですが、そのセンターの中でも非常に活発に活動されている、本田会長はじめ保護司の皆さんから話を聞きたいと思ってやってまいりました。今日本の社会、犯罪に関わる方も多いわけですが、それをそういう皆さんが構成していくためにですね、やはり一番大きな必要なことは、いろいろ相談に乗って、そして仕事を見つけると、そうすると仕事に就いた方の再犯の率というのはもう就かなかった方に比べて圧倒的に少ないということも分かっております。そういう点でこのサポートセンターでは、この地域昔からそういうことに理解があるようなんですが、今年は160社を目指すと言われてましたが、そういうことに協力してくださる事業主の皆さん、雇用主といいましょうか、そういう皆さんのサポートもあってですね、いろんな形で就労支援ができているということもお伺いしました。またいろいろな苦労話も聞かせていただきましたが、一方ではですね、更生して結婚して、子どもが大きくなって一緒に来てくれたりすると本当に嬉しいんだというですね、これ皆さんボランティアなんですね。 無給の仕事なんですね。でやはりまさに今日本の社会がこういろんな意味でこう人間のつながりが薄れて、いろんな問題が起きてますが、そういうものをしっかりつなぎ止めるために、頑張っていただいていると。新しい公共という言葉も私たち使ってますが、まさに、そういう活動を長年されてるんだなということを改めて感じました。こういうことを感じた上でですね、私の方から、今日は法務の加藤副大臣と一緒に来ていただいてますが、私としての指示をですね、関係省庁にいたしたいということで、皆さんのお手元にも一応お配りをいたしましたが、私からちょっと皆さんにお伝えしますと、まずサポートセンターによる保護司活動の支援、保護司の確保など保護司制度の充実を図っていくと、この上には監察官という制度も、厚生保護監察官という制度もあるわけですが、その人たちも足らないということをいろいろ言われてましたし、この保護司の制度は今申し上げたようにボランティアでありますけれども、かなりある意味で、ハードな仕事ですので、そういう方をなんとかさらに、いい人材をお願いするということが第1点であります。第2点は罪を犯した人の就労、場合によっては住居の確保、そういった形で立ち直りを支援するため、就労支援等の施策を充実していきたいと、充実をさせていきたいと、このように考えております。で、このために、府省の垣根を越えた検討を進める観点から、関係省庁連絡会議を設置をすると、もうこれ、すべてのことがよくそうなんですが、どうしても縦割りになる。法務省の仕事と厚生労働省の仕事となんとかとか縦割りになりますと、一人の人間が部分部分でサポートはなかなかできません。この建物はお聞きしますと、他の自治体としての取り組みがいろんなことをやっておられるんで、ここに来ると保護司さんにもいろいろ話聞いてまいれるし、他のことでもちょっと別の部屋に行ったら自治体が対応してくれるということもあるようですが、こういうことを国の方でもですね、縦割りにならないように、関係省庁の連絡会議を
設置するようにと、この3点を私から指示をするということにいたしました。まあ、なんとか社会の一番の根っこの部分で本当にこう人間関係がもう一回こうつなぎ合うという、まあ、原点の仕事だと思いますので、皆さんにも本当に頭が下がる思いをいたしましたが、これからも頑張っていただきたいということを申し上げて、来たところであります。私から以上です。高齢者などの生活特性に配慮したバリアフリー化された公営住宅などとライフサポートアドバイザーにより日常生活支援サービスの提供を合わせて行う南芦屋浜シルバーハウジング LSA では、県営芦屋団地内部を視察した後、市営南芦屋団地集会所で行われた認知症早分かり講座に参加しました。その後、高齢者 LSA の方たちと座談会を行いました。視察を終えた菅総理は記者団の質問に、今日は一人一人の人が孤立化しないで、まあ、社会の中で包摂されていくような、そういう社会の在り方を目指すという、まあ、一つの基本的な考え方に沿って2つの施設を訪問いたしました。最初はいわゆる厚生施設で保護司の方のお話を聞くことができました。姫路のサポートセンターです。まあ、それについてはあちらで少し申し上げたので、詳しいことは先の報告にもう譲りたいと思います。そしてこちらの神戸にやってまいりまして、南芦屋八浜シルバーハウジング LSA にお邪魔いたしました。まあ、LSA という言葉は一般の皆さんには多少馴染みが薄いかもしれませんが、生活支援員という形で、このような集合住宅団地の中にあって、まあ、24時間で、高齢者の皆さんが何かあったときにはこのボタンを押せば駆けつけるという形を取られております。実際に入っておられる方やサービスをされている方にいろいろ話を聞いてみて、いや本当に安心できるサービスであると同時に、場合によっては施設に入らなければならない、従来であれば入らなければならないような人もこのシステムがあれば一人住まいで、十分やっていけるという意味では財政的にもより有効な形が取れているんだということをいろいろお話を聞いて、改めて理解をいたしました。また認知症についての知見もいろいろ教えていただきまして、今日は認知症のサポーターにもなりました。ちょうど私の母親が今89歳になりまして、まあ、ある意味では今もつい一人で住んでるんですが、ちょうどここにおられるお年寄りとやや似たような状況がありまして、まあ、半分は自分自身のこととして聞いておりました。で単に聞いたというだけではなくて、このことをですね、これからの介護保険制度の、まあ、ある意味抜本的な改革の大きな参考にしていきたいと思っております。まあ、実は介護保険制度は私が厚生大臣の1996年に法案をまとめて、その翌年法案を成立させたわけですが、その頃はですね、どちらかといえば、お年寄りの面倒は娘や嫁が見ると、しかしそれだけでは見切れないから、社会的にそれをサポートするという世代同居を前提とした要素が強かったわけですが、それから約20年経ってですね、今ではこの芦屋の例が典型的ですが、その一人暮らしのお年寄りにしっかり対応しなければいけない、まあ、ここは震災復興という要素もあって、よりその率が高いんですけれども、これからの大都市は一人暮らしのお年寄りにきちんと対応できるかどうかが、この介護保険制度の私は大きな目標でなければならないと思っております。そこで皆さんのお手元にですね、孤立化の恐れがある高齢、単身、あるいは夫婦のみの世帯の支援についてと、
いうことの私の、関係省庁に対するこういう方向で指示をしたいということをお手元にお渡しをいたしておきました。今申し上げたように、これからは単身者あるいは老夫婦という住宅、お家がものすごく増えてきますので、それをしっかり、なんて言いましょうか、このそういう人たちが安心できる社会をどうするかという観点をまず基本にしたいということがベースであります。その上でですね、かつて私が厚生大臣時代に介護保険制度を導入したときは、ホームヘルプサービス、つまり在宅のお年寄りにお手伝いに行くとか、デイケア、一日のうちの昼間だけお預けするとか、ショートステイ、一晩とか二晩とか、お泊めするとかという、これが一つの介護サービスの3本の柱と言われたわけですが、これからは新たな3本柱が必要だと、このように考えております。その一つはまさにこの芦屋でやっておられるですね、24時間のいわゆる巡回または見守りサービスということです。こういうところのように住居の住んでいる人はボタンを押せば24時間どの時間でも何かありますかと、場合によってはすぐ駆けつけて、鍵で開けてきて様子を見ると。お聞きしましたら、震災から十何年の中で、孤立死をした方はほとんどこういうサービスがあるところではいないと聞いておりますが、そういう意味ではですね、24時間地域巡回あるいは随時訪問サービスというのが大きな一本の柱にならなければならないと思っています。それから高齢者向けの住宅そのものの政策が必要です。これまで住宅は国交省で、介護は厚生労働省という縦割りでしたが、これからは住宅を作るとき、特に集合住宅を作るときは、介護を前提としたハードとあるいはソフトが導入しやすいシステムを作ると、これが第2の柱だと考えます。それに加えて、現在200万人、将来もっと増えると言われる認知症の皆さんの支援という、このことも併せて考えたい。この3本の柱をですね、新たな介護保険制度の改革のために、場合によっては介護保険制度の整備法といったようなですね、そういう新規立法まで含めたですね、対応が必要なのではないかと思っておりますが、こういうことも含めて関係各省各大臣に検討するよう指示をしていきたいと、こう思っております。私からは以上です。今回、先週今週と総理の方からメッセージを発信することが非常に多かったと思うんですけれども、一連の視察を踏まえてですね、民主党代表選でどのようなことを訴えていきたいと考えでしょうか。7月が選挙で、8月全般は広島長崎あるいは終戦記念日等がありましたので、私としてはもともと現場に足を運んで、そこからいろいろな政策課題を政策としてこの反映させたいという思いが強かったので、8月後半になって本格的にそういう活動に取り組めた、それがこの何週間かの視察につながっております。この間でやったことは大きく2つの観点があります。一つはやはり雇用あるいは仕事、大田区の中小企業あるいは昨日の北九州のいくつかの海外に出ないで日本で低炭素に関する企業の立地促進という、そういう形で企業が日本での中で活力ある活動をして、その結果として多くの人が雇用機会を生み出されて、それが日本の経済の拡大とある意味での安心にもつながっていくと、デフレ脱却にもつながっていくと、この課題、つまり雇用という問題に取り組んだのが一つです。それと今日の視察は、もう一つは
地域の中での安心な社会づくりという観点で介護といわゆる保育士の皆さんの話を聞きました。まあ、こういった問題はこれまでも取り組んで総理大臣として取り組んできた課題でありますから、そういう観点からですね、実際の予算とか法改正とか、そういうものにつなげていきたいと思っています。あと1分です。民主党代表選についてお伺いします。鳩山前総理が今朝ロシアから帰国されました。先週総理とお会いされた時とは違い、鳩山前総理は、小沢前幹事長の、民主党代表選での支持を明確にされています。今回、総理も、また鳩山さんと直接お会いしたいとおっしゃっておりましたけれども、いつ会ってどんな話をしたいとお考えでしょうか。今日東京に戻ったら鳩山前総理とはぜひお会いしたいなと今連絡を取り合っているところです。はい、どんなお話をされたいんでしょうか。ですから先週いろんな話をしましたので、その時にも、まあ、帰られたらまたいろいろ相談に乗ってくださいということを申し上げて、ご了解いただいてましたので、そういう話をしたいと思っています。